ざまあ見なさい、てーのへえ、そうなんだ。って、あなたもここで修行？ふーん、まあただの偶然で別に縁があるってわけじゃ。じゃなくて、だからなんであなたたちがいるのよ。あのガイド君から悪いことしちゃったわね。じゃなくて人違いじゃないの？私は世の巨悪に天誅を下す正義の怪盗グリムキャッツ。論来にお忍びで来てる某女優とは全くもって別人なんだからね。うるさいうるさい、証拠もないのに決めつけは。いい女って、だから私は正体不明の怪盗立て直しやがったか。あ、危なかったけど、バンさんからは完全に。オレンジです。ま、完全に事故だったが、役得だったのは確かだしな。思い切りやってくれや。依頼料も少しは負けてやるぜ。こんな時まで。依頼料の話なんてプロとしては見上げたもんだけど、冷静に、しかも微妙に値切ってんじゃないわよ。え？でも前がはだけてましたし、ちゃんと見えてましたよね。ちなみに中東では女性の肌を見ていいのは旦那様だけです。場合によってはバンさんが責任を取ることにだって。じー
い、それがいいかと。ったシナを作ってんじゃねえよ。東方影樹きっての人気女方も張ってるんでな。しかしいい湯だぜ。コート方面にも温泉はあるが、そういやあの小僧はどうした。せっかくの露店なのに入らねえのかよ。ああ、誘いはしたんだが、疲れたからシャワーで十分だとさ。ああ、あのひょろい体を見せるのが恥ずかしいわけでもなさそうだが。まあ、公衆浴場の習慣がそもそもない文化だってあるからな。しかし、シャワーだけじゃもったいねえし、後で貸し切りでも進めとくか。過保護だね。チビじゃねえが、俺様もいたわってやろうか。ほーら、こんなのとかどうだ。おっさんが好きそうなポーズってな。だからやめろっつろ。面と才能を無駄遣いしやがって。立たせちまったかよ。立つか。ん、立つって何でしょう。なんでしょうね。もうバンさんたちったら。まあアーロンさんが原因でしょうけど。リゼットちゃん髪サラサラ。夢が洗ってもいい？ええ、お願いします夢様。
ほんとゆめちゃんは誰とでも仲良くなれる子ですね。はい、私も妹みたいで里の妹や弟を思い出しちゃいます。フェリちゃんもお姉さんなんですよね。妹さんでもありますけど知っての通り、お兄ちゃんはずっと里に帰ってなくて、妹としてよりは姉としての方が自分としては実感ありますね。そうですか。むしろ妹以外の何者でもない気が。うん、でもアニエスさんはやっぱりお姉ちゃんって感じです。綺麗な金髪で肌も真っ白で、そのスタイルも抜群ですしフェリちゃんこそ髪が猫みたいにふわふわで綺麗ですよ。肌もミルクコーヒーみたいに艶やかで、すべすべもちもちで素敵です。そうでしょうか。でもその腕とか結構傷もありますし。故郷の人やバンさんや私たちを守るためについたんですよね。あまり無茶はしてほしくありませんけど、フェリちゃんが頑張った証だと思うと愛おしくて誇らしくなっちゃいます。アニエスさんあ、そういえばちょっと疑問だったんですけど、バンさんってどういう人がタイプなんでしょう。昔アイーダさんにお泊まりとかする時の作法を聞いて、恋バナって言うんでしたっけ。親しい人が誰が好きかとか話すっていう。アイーダさんもピンポイントですね。なんだか一定年齢以上な気がしますね。その私たちに対してはどうも保護者目線な感じというかやっぱり優しいですよね、パンさん。見ていないようでちゃんと見てくれているような気がしますそうですね。でもリゼットさんや今日のジュディスさん、それこそエレインさん相手にはあまり遠慮していないような。言われてみれば。しかしサウナとかでも思ったが、かなりの数の傷跡がありやがるな。5年前に修行してたことといい、うさんくせえネタがありそうじゃねえか否定はしねえけどな、こんな家業をやってるわけだし。怪しげな PMC に結社、ヘイユエやそれ以外の連中とのコネかと思えば、2年前の戦役の裏じゃカゲロウ側に協力してたんだって。おまけに永久遊撃士の元カノに CID の悪友まで嫌がるとはね。ちょ、決めつけるんじゃねえよ。しかしほんと鋭いなこいつ。で、あの二人とは高校も同じだったわけだ。もったく、つくづく勘のいいガキだな。言っとくが、お子ちゃまはともかく、小娘もとっくに気づいてるからな。わかりやすすぎんだよ、てめえ。隠す気ねえだろってくらいにな。たくずけずけと。いや別に隠しちゃいねえけどよ。隠しちゃいないが、黙って守ろうとはするわけだ。あのグレンデルの時と同じ、てめえの流儀とやら、毎度のように危険な目に遭いながら自分を顧みず、俺たちを守るおせっかいを。それはてめえはミラにうるせえし、貸し借りにもっとうるせえのは知ってる。だが口ばっかりだよな。少なくとも俺たちには与えてばかりだ。そして作った借りをそのままにしとくのが何よりも落ち着かない。いや、
そうか、怖がってんのか。確かに俺たちはてめえに助けられた。借りがあるから首都組んだりに押しかけて手伝ってるっつうのもある。ま、俺にとっちゃ見物半分復讐半分、てめえに返すのは 1% くらいだがな。ああそうだろうよ。だが小娘にしてもお子ちゃまにしてもメイドに小僧にしても、結構な割合がてめえへの恩、いや感謝しつつも、その危なっかしさを放っておけないからってのも大きいだろう。10や20も離れてるんじゃねえんだ。あんまりなめんじゃねえって話だ。ま、てめえがどうなろうと俺は知ったこっちゃねえけどな。って、うぜんだよ。珍しく殊勝なことを言うからな。ま、お前みたいな悪ガキに心配されるようじゃまだまだだ。精進あるのみってな。ジジイが、辛気くせえ話はここまでだ。それよりせっかくの温泉地なんだし、定番の夜遊びスポット教えろや。イカス姉ちゃんたちとくんずほぐれつ混浴できる店とかあんじゃねえのか。あるわけねえだろ。クンズホグレツ？あ、なんでしょうね。もう本当にアロンさんったら。うわー、真っ白だね。あ、すみません、ゆめちゃんをお任せしちゃって。とんでもない。これもせっかくの機会ですし。えへへ、後でアニエスちゃんとフェリちゃんも洗ってあげるね。そういえばバンたちも洗ってあげたいんだけど。ゆめちゃんだけなら大丈夫かな。後でバンさんと宿の人に相談してみましょうか。ザブーン。どうかいたしましたか。いえ、すみません。なんだか見とれちゃいまして。ああ、ひょっとして擬態の調子が気になられるとか。いえ、その逆に完全に忘れちゃってました。それはなんだか嬉しいですね。特に隠しているわけではないので、ご不快でなければご覧ください。ほとんど目立ちませんけど。こちらの部分が。ええ、擬態パーツの境目となります。服を着てしまえば他の方にほぼ気づかれることはありませんね。と言っても私がこの体を手に入れてから1年くらいですが。そうなんですか。すみません、思わせぶりなことばかり。少々複雑で、守秘義務もあるのでお話しできないのがもどかしいです。いいえ、とんでもないです。いつもいろんな制限の中で最大限。いえ、それ以上によくしてくださって。その、正直ちょっと叶わないなって思っちゃいます。アニエさん。私が様々なスキルや知識を持っているのは当然です。この体も含め目的にかなうよう調整し積み上げてきたものですから。ですがアニエス様にフェリ様もそれぞれにしかない役割をお持ちです。多分アークライド解決事務所にとって出向の私などより大きな役割が。そうでしょうか。
実感は湧きませんけど年長者の言葉と思って今は胸にしまっておいていただければ。そうそう、こんな体ですが、年齢はお伝えした通り二十歳です。魔女のように弱いを重ねておりませんので、それだけは誤解なきよはいわかりました。かなわないな、本当に。魔女って何？わあ、ゆめちゃん。ワンの事務所の話？ゆめも大きくなったらお手伝いする。おじいちゃんに言ったら反対したけど知らないもんね。それはビクトル様が少々おかわいそうですけどでも確かにゆめちゃんなら百人力ですね。うんうん、間違いないですよ。たぐ、かしましいな。さすがガキ率 75% だぜ。ま、温泉旅行ならではだろ。そろそろ時間だし、上がるか。風呂か。確かにコミュニケーションの円滑化には効果がありそうだけど、でもそう簡単にはバレないと思うけど、博士たち相手のようにはいかないや。まあシャワーだけってのも寂しいし、食後にこっそり一人で入ろうかな。ありがとう。昨日も美味しかったし、今日も楽しみに。あ、なるほど。慰安旅行に来ているって言ってたわね。それじゃあ私はこっちに。って落ち着けるか。
いないよね。夕食後を狙って正解だったかな。アーロンさんとかに見つかりたくないし、さっと入ってすぐに出よっと。さっきシャワーも浴びたし、かけ湯をするくらいで本当に真っ白なんだ。硫黄成分が酸化したからみたいだけど、トロッとしてるし不思議だよね。肌とか神経痛にもいいらしいから、今度グランマやエレネーたちにも。
バンさん。風やね。ちょっとした息抜きのつもりやったけど、思った以上に楽しめそうやわ。お兄はんもおそぞろ歩き？首都あたりからの観光みたいやけど。残念ながら今回はうち一人でな。悪乗りしすぎる上司やら、はっちゃきすぎる同僚なんかもおらへんから、少し寂しいよ。代わりにお兄はんが付き合うてくれる？振られてしもった。ほんならええ夜を。あまり悪いもんにたぶらかされんようにな。誰だ、こんな時間に。まったく、本当に来るとはな。どうしてそれを。やっぱりそっちの人間か。昼間バンさんがこちらを気にしている風だったので。5年前に暮らしてたみたいだし、ゆかりがある場所なのかと思ってさ。それとも残念レーサーじゃねえが現地の愛人宅とかじゃねえよな。
いやいや、せっかくだからみんな上がってくれたまえ。